ロバート・ J ・ラングはアメリカの物理学者。世界の主要な折り紙作家及びその理論家の一人でもある。複雑でエレガントなデザイン、特に昆虫や動物のデザインで有名である。折り紙の数学を研究し、折り紙の背後にある理論を研究するためにコンピュータを用いている。工学上の問題に対し、現実の折り紙を適用するのに、 大きな発展をもたらした。アメリカ国旗を折り紙で折るロバートラング。50の星、15本の白線、13本の赤線を1枚の紙から切ることなく折っている。オハイオ州デートン生まれ、ジョージア州アトランタで育った。カリフォルニア工科大学で電気工学を学んだ。そこで後に妻となるディアネと出会っている。1983年にスタンフォード大学で、 電気工学で修士号を取得し、応用物理で PhD を取得するために、カリフォルニア工科大学に戻った。セミコンダクターレイザース、ニュージャヤマトリーズスペクトラルプロパティーズという論文で PhD を取得している。1988年より NASA のジェット推進研究所で働き始めた。3のゼニアル、スペクトラ大オードラボや JDS ワニフイズで、 科学研究員としても働いていた。半導体レーザー、工学、集積高エレクトロニクスに関する80以上の論文を単著、強調しており、これらの分野で46の特許を所持している。2001年、工学から離れ、専業の折り紙作家、顧問となった。しかし、自身の物理学のバックグラウンドは継続しており、2007年から2010年まで、 IEEE ャーナルオブクアンタムエレクトロニクスの編集長を務め、サイプレスセミコンダクターで非常勤のレーザー顧問も務めていた。現在はカリフォルニア州アラモに住んでいる。ラングが折り紙を知ったのは6歳の時に先生から紹介された時であった。その時の先生は教室で彼を楽しませる方法が尽きてしまい折り紙を紹介した。15歳頃までに オリジナルの折り紙パターンを設計していた。学部の勉強のプレッシャーから逃れるために折り紙を用いていた。カリフォルニア工科大学で勉強している間、他の折り紙マスターであるマイケル・ラホス、ジョン・モントロル、ヨゼフ・ー、ポール・ジャクソンなどと折り紙センターオブ・アメリカで接触した。ドイツでポスドクをしている間、ラングと妻はシュバルツ・シルトの鳩時計に夢中になり、 3ヶ月間設計し、6ヶ月間実際に折ったことでそれを作ることに成功するとラングは折り紙界で大評判となった。レーザーカッターを用いて複雑な折り目を紙につけるなど現代技術を最大限活用している。折り紙の数学の主要な理論家の一人とされている。折り紙を設計する過程をアルゴリズム化する方法を開発し、藤田、羽鳥の氷に 完全な証明を与えた。ラングは自身が発展させた様々な折り紙の理論に対する現実世界の適用を発見することを専門にしている。これにはドイツのエアバッグメーカーに対して折り込むパターンを設計することも含まれる。カリフォルニア州リバモアにあり100メートルのレンズを白膜の形状で備えた強力な宇宙望遠鏡を開発しているチームがあるローレンスリバモア。 国立研究所と共同研究をしている。ラングは宇宙空間で広げることができ、どんな高級的な傷や折り目にも悩まされることがないように、アイグラスとして知られている巨大なレンズを小さなロケットに合わせる方法を開発すべくチームに従事した。折り紙に関する発冊の本及び多くの記事の著者、共著者である。2012年3月14日に Google で使われた。 吉沢明生誕101周年のドゥードルのデザインも手掛けている。2012年にアメリカ数学界のフェローとなった。また、広い視野と専門知識を持っているエンジニアであるヒンジビジブルエキスパートと認められている。ありがとうございます。